菊池さん、今日のお昼は何ですか？今日はちょっとね、塩分を取りたいんでね、ラーメンでめっちゃいます。はい、旺盛のままに。はい、今日はどこでもこってり聞こう。はい、どうもカメラマン、レッド監督でした。ありがとうございます。今日はちょっとあれだね、先週のに味しめてあれだっけね、柳土壌はいなかったですね。いや、3匹は立派だと思うよ。いやこの3匹をこれからね、どう料理するかってところなんだけどね。笑えるね。だって、さばきは私ありますので、あとは料理はブレッド監督、あとの最後料理は締めはやっぱブレッド監督さんに締めてもらおうかな。それでミニテンド食べるかね。ミニテンドね、うん、まあ、めんどくさいから唐揚げ粉いっちゃうか。その前に、いや天丼作るよ。まず庭で食えそうな植物のサイズを取ったら始める。いいね、うん、それ楽しみ楽しみ、大事だからそれ、うん、庭に生えてればいいけどね。おお、それはちょっとわかんない。間違いないんだけど、大葉は多分あるよ。大葉とみょうが、生姜はないからさ。ちなみに我が家の庭にはもうすでに何も生えてないんで、ね、俺が生姜がないって言ったらしょうがないなって言わなきゃダメ。しょうがないな。全く分かってないな。今ちょっと言おうと思ったけど、なんかそれ言ったら親父役になっちゃうと思ってすごい恥ずかしくて言えなかった。いやあれ、中年の親父がおじさんをするって最後のこの締めのところもあるね。よかったんじゃないけど。それでは、キスをさばきます。なんかあれだね、腹があるから難しいな、これ。ちょっと待ってよ、この姿勢がきつい、これ。ラボレを切ります。ラボレをカットしないと取れませんね。切れた。完全開いちゃって、もうちょっと開けてね。あれ、ここ切れてねっけ。何切れてねえじゃん。ここまで切れないとダメ。そしたら裏返して、腹骨を切る。ここの腹骨を切る。やっぱ逆包丁だと切れていいかな。この切れないと。よし。ではこう切って、そって大名おろし、土曜あるここ切れてなかった。低いんだよね、体の姿勢も。俺だあ、うまくいかなかったかな、今日は。どの辺で落とします？もっと奥まで行きますか？お待たせです。天ぷらの形にしてください。はい、そう、分かりました、うん、では、あれ、切れないんですけど。なんで？よし、この辺がね、ビチッと。はい、おろしができました。置いてください。はい。
ちょっと待って、腹花取ります。あ、腹花切れないか。うーん、逆包丁かよ。ここを取らないとさ、ついててもいいって言ったらいいけどさ、骨気にならないって言うならいいんだけど、ケクサの骨結構強いよ。ちょっと今日こう形悪いな、うまくいかないはずだな。真ん中は分かれちゃった、分かれちゃった、失敗した。高さが合ってないんだよ。あ、すいません、僕 の、 あの設定が悪かったですね。いいです、しょうがないです。ここだね、ラブね。一丁松葉おろしできました。はい、じゃあ分離したのが分かんない感じで、そう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 、いいね、綺麗に見えるじゃん、ほら、うん、バッチリじゃん、うん、でこれは台の付け、腹開きにした方がいいか、背開きにした方がよかったかな。背開きやってみたら、背開き、うん、背開きの方が綺麗にしてない、そうすると腹骨取りにくいんだよ、うん、だから腹骨さ、結局ここ三角形に切っちゃうしかないんだよ、うん、一番腹いいよね。そんなに大きくないかな、腹骨取んなくてもいいんじゃない。まあそうだね、うん、この つなぎの骨がきつ、腹骨くっついてる骨、これ硬い、キスって意外に硬いんだよね。硬てそんだけ新鮮ってこと？あんまり切ると半分に分かれちゃう。そうそう。それでね、ここの最初に腹骨を切るのが大変。松ぼこりしようって、こっちの方が楽かもね。最初にこの腹骨のとこ切っちゃう。ガイドライン作って。切れないんだ、さっきから。なんでだろう、ナイフが悪いんじゃない、かもしれない、うん、おい、ナイフのせいにするのか。ごめん、それだって俺が用意しなきゃいけなかった、切れるナイフ。すいません、あるもんで、あるものになんとかさばきます。全然腹骨切れてね。この辺はネタで笑えるから、先に腹骨のとこ取ってやら大名をしまうしかないと。じゃあ、ブレッド監督さんのお庭の、食材を今から刈り取ろうと思います。はい、どうぞ。じゃあ大葉の綺麗なところからいきましょうか。そうだね、はい、この辺なんかどうでしょうか、うん、虫に食われてないやつ10万円ぐらい。うん、無農薬とか。あ、これ食われてる。小さくなっちゃうけどいい。いいよ、こっちにもあるよ。こっちもある、うん、あ、こっちも綺麗。うん、ちょっと待ってよ、次ね、うん、これいいね、ちょっと小さいけどいいね、これもギリいけるかな、ちょっと
じられてるけど、ギリいけるかな、うん、あ、これもいいね。大丈夫ですか。最後、ホタン取って取って、いい綺麗なの落としてそれ取んな、うん、あ、これもそんなもんでいいだ。こんなもんでしょ、うん、でもそれ洗って、あ、こんにちは手のやらなくてもいい、うん、そんなに消毒してないし、うん、何も死ぬのよ、うん、ここ、うん、じゃあ出さなくても目がほこりだと、うん、はい、うん、じゃあ水切って、じゃあ水を切って思いっきり投げずり竿、投げ竿を振るように、そうだったら取ってっちゃうよちょっとそれじゃあ、キッチンペーパーだっけ、うん、ない、いいよいいよ、もうそのまま皿に置いといてくれる、今度はね、オクラ行こう、オクラ。オクラ。うん。オクラは1個ずつ。はい。うん。じゃあ、こちら行きます。はい。はい、オクラ見せて。はい、オクラです。美味しそうですね。はい。あ、まだ毛が入ってて、これ絶対うまい。この、ちょっとちっちゃいけど、もうそれでいいね。うん。もう1本くれたの？うん？もう1本？1人2つくらいしない。1人2つないじゃん。あ、ないっけ。うん。ギリア、うん、じゃあ行きましょう、はいはい、もうそれはいいや、洗わなくて、なんだろう、これも無農薬ですよね、うん、どれも無農薬です、大丈夫、うん、前だったらブレットの仕込みが買ってたけど、今かかってないから、そうそう、人力人力、あ、こんにちはえ、なになになに、なに、うん、おまんじゅう、美味しそう、ドーナツ、ね、ありがとう、ごめんね、ありがとう、ありがとう、いただきます、今おまんじゅうが届きました、隣の娘さんからおまんじゅうをいただきました、デザートができましたありがとう、ではあとは調理は、やった、やった、いやいやいや、あのここにね、なんかピーマンらしきものあるから、あら、本当だ、うん、それ取ろう、1個でいいや、半分に分けよう、ね、うん、いいいい、もうあげちゃうから関係ない、うん、これを切るのはなかった、いやいや、もうそこで切っちゃった、スパッと、あ、パクンって割っちゃう、そこそこにあるから、あ、洗わない、うん、あ、どうせ種洗うからいいのか、うん、種やん、とりあえず切って半分にしちゃう、うん、だけどここ取らない、それを取るで、うん、俺これ生で食っちゃうけどね変態か、そしたら半分にしてこれなんか異物だね、うん、種を取って、種と鍋のビニール袋に入れてください、はい、もうどんどん食材が手に入ってきました、しかもデザートも手に入っちゃいました、ねえ、すごいじゃん今日、よかったじゃん、それで洗いまーす、それでこれをあとこうポイして前に洗いましょう、うん、これいいね、よくピーマンはどっから見えてくるんだろう、びっくりじゃん、これはピーマンだったことで気づかなかった、ピーマンかどうかも分かんないけどねでっかいし人かもしれないけど、ピーマンはいはいはい、じゃあそのヘタを捨てていただいて、ヘタを捨てます、でもう一回ざっと洗って一緒にします、あ、いいいい、もういいよ、そのまま置いておく、ヘタだけ捨ててくれればいいよ、そこでやるからな、うん、これと普通のナイフじゃなかった、いいよいいよ、ミョウガがどっかに入ってないかな、うん、ちょっと探しに行きましょう、ミョウガがね、生えてればこの辺に、あ、ミョウガの木があるけどまだ生えてます、出てません、ミョウガまだ出てませんよ、ミョウガだよ、うん、まだ出てないじゃん、うん、まだ花咲かないじゃん、ないよね、ミョウガ、花は出てないっていうか、もうミョウガは出ちゃってる、
きなんだけど、あの、ポタじゃないの？そう、終わりなんだよ。終わりじゃないですか、カレー具合。あー、ここに1個だけある。どこに、これか、わからない。よいしょ。どこどこどこ。お前ちょっと持ってみる。うん、持ってみる。はい、うん、はい、はい。いた。あ、そんなとこにいた。それは見えないわ。ミョウガゲットだぜ。ミョウガゲットだぜ。それはちょっと無理そう。ミニトマトはちょっと無理そう。諦めよう。二度揚げですね。
ながら作業してます。ではコードがやばいな。はい、このように出来上がっております。これがミニ天丼でございます。ミニじゃねえな普通ミニじゃないな、これ普通の天丼です。ほぼ普通の天丼だね。天丼出来上がりです。それでは食べていきたいと思います。はい、じゃあカメラ変わりますか。はい、これ僕が食べた方がいいんでしょやっぱり。そうじゃあ一回止めて、うん、それでは、はい、じゃあ今日のキス釣りの成功を祈ってじゃない、いやいや、あの祝って乾杯ああうわ、愚痴です。うーい、うますぎる。ほい。こっちこっちでいい。うん。あ、こっち2枚の方がいいか。俺が1枚でいいか。うん。では、天丼、いただきたいと思います。画面に見せて。いただきたいと思います。じゃあ、まず、メインのキスから。そりゃそうでしょ。キスです。いただきます。うん、美味しい。やっぱあれだね、晴れた日は、こんな晴れた日は、うん、こんな晴れた日だけど、やっぱ海行って遊び行って正解だね。正解だね。うん、全部食べれるよ。うん、うん、おいしい。じゃあオクラ。うん、うまい。前全部捨てちゃうね。夏の味だね。夏だね、うん、夏満喫したね。といってももうあれだよね、秋だけどね、うん、秋だけど暑いね。それにしても1個のキス食べるときと俺が手取りに取った。フレッド監督さん、お腹いっぱいになりましたね。なったね、お腹いっぱいだね。今日はなん、まあ、とりあえずキスを、まあ、数は本当に連れてないですけど、まあ、そのキスは料理してね、食べるとこまでの動画を作りました。まあ、今回僕自分で今動画、今全部確認するわけじゃないので、一部作になるか、二部作になるか、ちょっとそれはちょっとわからないですけど、まあとりあえず、動画を全部ざっと見てみまして、この動画のね、プロログ編のね、動画をちょっと作りたいと思います、最初に。で、ちょっとかっこよくで、ちょっと、ね、見てもらう。
らうために少しずつね、いろいろとスパイスを入れていきますんで、お楽しみください。では、次回の動画は、この釣り動画の、食べるところのね、プロローグ編で、作りたいと、お会いしたいと思います。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。グッチでした。バー